関西サイクルスポーツセンターは、大阪府河内長野市天野町に存在する今後、生駒木泉国定公園内のテーマパークである。名前の通り、自転車がテーマとなっている。キャッチコピーは、レッツ、こぎこぎ、エクササイズ、略称は、KCSC。園内のアトラクションは、自転車をテーマにしたものが中心となっている。特にスポーツの要素が高い。 スポーツアトラクションや変わり種自転車など自転車に親しむもの自転車要素を取り入れた独特のサイクルアトラクションなどがある。また自転車に乗れない児童向けにもアトラクションフォーキッズを含めて各種で配慮がされている。サイクリングコース今後いこまき泉国定公園内全長約3キロメートルにわたるスポーツコース園内のメインアトラクション サイクルリュージュハンドル付きのソリで急勾配を駆け抜けるニュージーランド生まれのアトラクション。二人乗り可能。ウォーキングコース今後いこまき泉国定公園の深緑の中を散策する木製のウォーキングコース。フィットパーク滑り台やプチロッククライミングなどの自動用の線形遊具と大人が利用できる健康遊具の二つからエリア。プールフォレリゾ。夏季限定の屋外プール。 噴水遊具や自動用、ウォータースライダーなど4種類のエリアからなっている。プレイランド全面人工芝のプールサイドをフリーエリアとして利用でき、プールサイドパルコという休憩所が新設されている。変わり種自転車1万平方メートルの敷地に800台もの変わり種自転車を乗り回せるエリアで園内を代表とするアトラクション。また、 面白自転車の車体アイデアを一般募集している。サイクルパラシュートペダルを漕ぐことで上昇するアトラクションで上空30メートルまで上昇した後に一気に降下する。サイクルコースター自転車版ジェットコースターで動力はペダルになっている。相性は持つ。ロッキングサイクルペダルを漕いで縦揺れ横揺れしながらタワーを登っていくアトラクション。スカイサイクルウォーカー。 空中走行オフロード型自転車として紹介されている。高架上のレールをたどって進むアトラクション。迷路でフィットネス自転車のハンドルとタイヤ型の立体迷路。各ポイントには自転車に関連したアトラクションがある。水陸両用サイクル陸路と水上を水陸両用自転車でサイクリングするコース。園内で一番新しいアトラクション。ポッポサイクル自動向けの汽車を基調としたコースを 巡回するアトラクション。来る、コプターヘリコプターと称する、観覧車型遊具に乗り込んで、上空で回転する自動向けのアトラクション。サイクルゴーランド自転車版のメディーゴーランド。ペダルをこいで、各自で進む、形のアトラクション。ハローサイクルキッズランド三輪車アドベンチャーと自転車、積み木、ボールプールなどからなるエリア。入り口付近には自転車発電の体験ができる。 サイクルスタジアムトラック自転車競技用の400メートル走路である。一般開放は行っていない。競輪選手の中にはここを練習拠点としている選手もおり、主な選手に稲川翔也かドアキマユミラがいる。アトラクションごとに料金が必要になる。よって、1日フリーパス券が発売されている。入場料フリーパスプール使用料金、下記のみ予約制、有料で、 子供向けの自転車教室が開かれている。大人向けの自転車教室は別途。演出に、徳土、大輔、キャラクターデザイン、作画監督に、西垣翔子、楽曲に、オレスカバンドを起用したアニメ CM が、2010年から関西ローカルで放送されている。CM は公式サイトのトップページで視聴できる。ありがとうございます。